よいしょハロー、ノリがよろしい。皆さんこんにちはじゃなくてこんばんは。なんでこんにちはって言っちゃうんだろう。こんばんはなのに。かわいい、ありがとう。確かに一日中外出てないからわかんないけど、確かに暑かった。あっといた。音符ありがとう、ハートもありがとう、かわいいありがとうございます。今日は学校行ってました。ほぼ毎日行ってるのでめっちゃ疲れます。タイヤードです。本当学校なんてサボりたいのに、なぜかいつも学校にいるどういうこと。行きたくないのになぜか気づいたら学校にいます。どういうことでしょうか。ああ。本当だよね、サボりたいのにさ気づいたらいるんだよね。よくわかんない瞬間移動、もう気づいたらなんか来ちゃってるんですよ。よくないでも私小学校の時とか解禁狙えたはずなんだけど一日休んじゃってできませんでした。2日だっけ。あ、それ中学校かもしれない中学校はもっと休んだわ多分。でもそんな5回ぐらいじゃない、休んだとしても。中学校は2回、1回だっけ、1回だ、わかんない、ちょっと待って忘れた。1回多分休んじゃった、課金がもらえなかったんだけど、ただそれだけだった。だから本当に頑張ったんですよ私って。結構学校にはちゃんと行ってるタイプでして、めっちゃ真面目だと思いますまず行ってるの偉くない。もう高校の解禁は無理だけど高校はもう休んじゃったから無理なんですけどそう、ちょっとね活動があって休んじゃったんだよね。コンサートだったから、その時リハーサルとかあったし、コンサートで休んじゃった。確か
ちょっとお仕事はだからさ、休まないわけにはいかないよ。休まないわけにはいかない？ちょっと待って、ちょっと待って、休まない、違う、休むわけにはいかない、ちょっと待ってもういいや、休むわけにはいかないじゃなくて、ちょっと待って、日本語おかしくなった。休まないわけにはいかないだよね、あってるよね。頭今回ってないの本当に頭が回ってないから、みんな私がなんか変なこと言ったらなんかまあほっといて皆勤賞は中学は症状で、小学校はなんかね結構いいやつもらえる、6年間だから盾みたいな、トロフィーでもないけど、だけどなんか今年っていうか私たちの代からなんか全然普通だった気がする。それって3年前か、わかんない、解禁なしたことないから本当にわかんないいてて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 、今日早く寝よう、早く寝たい、バラありがとう、咲いた咲いた、これチューリップバラじゃない、あ、そうじゃった忘れてた、うん、お姉ちゃんたらもう8時半までね、今日はちょっといつもより短いけど、ごめんなさいですけど許してちょ、なんか寝っ転がってなんか見てると眠くならない、寝落ちっていうやつ、いわゆる眠くなるんだよね、寝っ転がりながらなんか見てるとなんかだんだん目がってなって、やば、なんか喉乾いてきた、どうしよう、ハートありがとうございますって思ったらタイムだったわマイクありがとう、寝落ち、なんか寝落ちっていいよね、よくわかんないけど、なんか寝落ちってさ自然に寝れるじゃん、なんか寝れない時はもう頑張って目つぶらなきゃ寝れないじゃん、だけど寝落ちは自然にもう寝てくれるから、なんかめっちゃ良くない、寝落ちって。だから寝れない時はだいたいスマホをいじってるか、そうしないと寝れないんだもん、だけどだいたいもう最近はぐっすり寝れるようになった、もう布団入ったらすぐチーンって感じ、最近深いかもしれない、だって夢見ないもん、最近夢見ないから結構眠りが深いかも、確か夢見てない気がする、なんか夢を見てると浅いらしい眠りが、お勉強は
大変ですね。もう全部わかんない。どうしよう。終わった。人生の終わりを告げる。本当にやばい。マジでやばい。怖い夢？どうだろう。見たことありそう。ありそう。覚えてないんだよね。でも絶対ある。いや、ある。っていうかさ、なんか浅い眠りの時にさ、多分これはみんなさ、みん何みんなさんって意味わかんない。皆さん体験したことあると思うんだけど、めっちゃ浅い眠りの時になんか上から落ちた感じとか、なんか滑って落ちたみたいな感じなったことあるでしょ。でこれでビクってなるの。絶対ある。みんな あるよね。え、記憶ない？よく起きない？これってなんか上から落ちてさ、え、ない？よくあるよ。ね、授業中にやるとさ、みんなびっくりしてるやつだよね。みんながさ、みんなが一気にその人に視線がいつびっくりするもん。ガタンってなって、えっ、崖から落ちるのはめっちゃびっくりするやん。足がつっちゃうの、痛いやん。でもよくある、寝ている時に足がつるの。めっちゃ痛いよね。私もあった、足がつって、いてててて、いてててて、って小声で大きな声で言ったらさ、みんなさ起こしちゃうから、小声で一人だけさ苦しんでんの。いてててて、いてててって。だけど釣った時の対処法を友達のお母さんに教えてもらった。釣った時は立つといいよ。寝るより、ずっと寝てるより、もう釣ったらすぐ立つ。立ったらすぐね、釣ったのが消えるの。びっくりするぐらい。そう、立つ、まっすぐ、足を地面と平行にしたらなんか釣るの消えた。あ、これふくらはぎの話ね。他のところは分かんないよ。ふくらはぎがつった時の対処法ね。授業中につったらもうそれは仕方がない。一人で一人でなんかしてください。はいはい、今度やってみるっていうのもおかしいけど、釣った時にやってください。今度やってみるって、なんか自分で足を釣らせるみたいな感じ。音符ありがとう。お花ありがとう。そう、痛くてすぐ立てないんだけど、痛くてもう立つの。そうしないと本当にね、治んないよ。マジでびっくりするぐらいスンって治るから。しゃっくりが止まらないときは、私は息を止めます。まあ何か飲むのがいっちゃん早いんだけど、私は息を止める。で、息を止めたら立ちくらみがする。今止めてみるわ。
そう、私はすぐ顔が真っ赤になる本当に。あ、ごめんね、今来た人は何が起こってるか分かんないよね。え、ずっと息を止めてました。あ、しゃっくり今出てないから分かんない。ちょっと待って、肺がおかしくなっちゃった。死ぬ、私は死にます、さようなら。これ、え、一旦さ、そのさ、頑張ってさ、いっぱい吸うじゃん、痛い、肺が痛い。スーハースーハー。ちょっと待って、心臓いかれてる。ちょっと待ってみんな、よっ。え、こんなのあるの？別に？なにこれ？やっぱおばあちゃんだった。なんか急におばあちゃんなごめんね。すごいみんなコールして。ごめん、なんかおばあちゃん流しとった、急になんか気になって押しちゃった。これ来たら友達と言いますと流さなきゃいけない流れじゃん。え、来る？来た。やばい、流さなきゃ。あっち、え？やべえやべえやべえ、遅れる遅れる遅れる。え、でも昨日歌っちゃったんだよね。え、どう、盛り上がった？遅い遅い、ごめんねごめんね。何何何しようか迷っちゃった。オッケーオッケー、いいよいいよ。え、でも今日歌う曲をちょっとね決めてきたんだけど、まあいいや、これでいい。付き合えばいいのだろう。恋はエイリアンな
苦しくなる熱い行動。教室に待っていた隠した切なさに影ができた。あいつも好きだって聞いた。絶対負けないつぶやく強強な自信とその願望は君を揺らす風になった。キラーウイルスみたいに僕を蝕んでく昼間の悪夢にうなされてる。愛したのかいけないんだね。ウイルスみたいに急に熱を上げるよ。知らぬうちに探し求めてるワクチンは両思い。誰かから移された僕は何と戦えばいい。いつかは分かるさ。恋はエイリアンなのか。まさか初遭遇。体のどっかで気配がする。自分と違う何かがいる。恋はエイリアンなのか。地球外の生物。いつの間にか共存している感情は片思い。おばあちゃんあるんだね。初めて知った。今度からおばあちゃん流してやろうか。だってそっちの方が盛り上がるもんね。やばい。さっきさ、ちょっとさ、なんか息止めるゲームって息止めちゃったからさ、肺がちょっと続かなくてさ、ちょっとハンハン言いながらやってた。ごめんね。あと5分なの？なわけ。本当は今日歌う曲を決めてたのだけど、なんか何かがいるっていうリクエストがあったから、急遽何かがいるになっちゃって、ごめんね。私さ、機械音痴だってさ、操作するの難しいんだよ。みんなやってみな、本当に。あと5分か。お花ありがとう。でもね、ショールーム入れてたら配信のところ押せばカラオケ出てくるから。アプリ入れてたら全然できる。配信をしてない方でも。やばい、本当にさ、肺がえぐつ、あげ、えげつない。やばいんだけど。配信押すと登録画面なんぞや。お手紙ありがとう。ちょっと待って、マジでさ、今日のうちに私死んじゃうかも。やばい、呼吸が苦しい。めっちゃ苦しいんだけど。どうしたらいい。
頑張りすぎた。そう、今日お団子ヘアしようと思ったんだけど、ごめんね、ちょっと帰ってできるの今日できなかった。カチモリヘア。ねえ、わかった、お姉ちゃんごめんって、厳しいもん。ダンジョン読もうか、ソルト。一瞬だけどうしました。だってさ、お団子ヘアしてもさ見えなくない？思ったけど全然見えてないじゃん。全然見えてないの。いた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 。変な声出た。やば、単純言います。やばい、肘ぶつけた、痛しい。13位ヒロさん、あ、間違えた、13位ヒロさんありがとうございます。12位イチオルさんありがとうございます。11位リュウマさんありがとうございます。10位ヒラサインボムさんありがとうございます。9位村上さとしさんありがとうございます。8位お金持ち先生さんありがとうございます、ありがとうございます。7位まこちゃさんありがとうございます。6位あんばたさんありがとうございます。5位竹蔵さんありがとうございます。4位妄想貴族さんありがとうございます。3位さとまささんありがとうございます。2位ジンさんありがとうございます。そして1位メガネさんありがとうございます。無理、マジで苦しい。明日、あ、やばい、肌見せちゃうとこだった。明日は夜できそうだよ。夜できそうだけどできなかったら嫌だから、朝やるかもしれないということで、想定ではないけど、まあ多分夜します、絶対に。なんか夜します、はい、朝もあるかもということです。まあ多分ないと思う。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。またね、バイバーイ。